地域 CL 滋賀会場1日目の第2試合、ジョイフルホンダつくば FC 対ビートップ北海道です。激しい試合になりました。11分にジョイフルが先制します。左サイドから青木選手が飛び出してゴール、非常にいい形でね飛び出しましたね。さらに35分には青木選手が倒されたところで PK、 ジョイフル鈴木選手が決めてリードを広げます。しかし後半65分にビートップ追いつきます。元塚選手の PK で1点を返すと、さらに87分でしたかね、海野選手がクロスを押し込んでゴールを決めました。もうこの時点でジョイフルが1人退場して1人少なくなってたんですよね。ということで2対2という状況の中、アディショナルタイムでした。ビートップのゴールキーパーのキックが味方に当たってかな、こぼれたところをジョイフル恩塚選手が押し込んでゴールに決めました。最後に1点リードしたジョイフルが勝利でこの試合を終えました。そうですね、まあ、2対0からっていうところで、ちょっとリードしている時の試合の進め方とか、やっぱ2対0、2点差っていうのは結構サッカーで危ない、あ、そうです、ね、ちょっとまあ怖い点差っていうのもあるんですけど、まあ、最後こう追いつかれた後でもやっぱ諦めずに、やっぱ最後までチームとして戦えたところで、やっぱ最後の3点目っていうところがあったのかなというふうに思います。チームとしてはやっぱりリーグ戦が終わってからの練習試合であったり、やっぱり前者に向けてってところで取り組んできた部分っていうのがこう、まあ、J リーグのチーム相手だったり、同じリーグの上位のチーム相手だったりで、すごい手応えというか、自分たちの力が通用するっていうところがやっぱりすごい自信になって、すごいリーグ戦が終わってからの成長っていうところが自分たちでもこう感じている部分があります。まあ、そう思いたいんですけど、やっぱ90分と80分とでやっぱり今日やってみてちょっと違いあったんですけど、5試合から3試合になったところで違うと思います。気持ち的に全然違いますよね。はい、そうですね。あと2つっていうところは、そうですね、はい、そうですね、まあ、今日、いい勝ち方できたんですけど、まだ何も達成してないんで、あと2戦しっかり勝って、栃木の決勝ラウンドに進めるように頑張ります。で、遠いところから応援来ていただき本当にありがとうございます。あと2試合本当に、死に物狂いで戦って勝利届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。青木選手でした。